西成金ちゃんの西成金ちゃんの西成金ちゃんのわっしょい TV。 はい、西成金ちゃんです。はぁ、好きで県遊びしに来たらやっぱり和歌山に走ってまいりました。和歌山走ってやっぱり和歌山五房のつくし来てるし、選手も来たってながらつくしに顔出す率がかなり多くなってるという。白浜の時はもうええねんけど、なんかね、俺はこっちの方が大好き。徳島はもうやっぱりうまいし、まあ俺は兄貴って呼んでんねんけど、ここのねマスターがね、和歌山市内のねアロチよりちょっと外れたとこに、まあ中之島っていう住所なんやけどね、そこで虎丸水産でねやってます。奥さんがここを切り盛りしてると、居酒屋潰してね。まあ大体メニューは4人ともやねんけど、俺はどっちか言ったらこの居酒屋潰しに来る方が好きかな。落ち着くという。まあ、とりあえず乾杯。お疲れ。おっす。はい。お疲れ様です。今、こいつにも乾杯しとくと、バーッとなる。あれやな、動画まともに出るの、お前初めてやろな。初めてです。なあ、言うたやな。はい。うん。で、あの、奥さんのエナ。ね。うまいな。一番しめ。CM 来ませんか？出たんやな。まあ、とりあえず食べていこうや。なんか来た、なんか来た、これ何これ。いかやな。あく、あ、うまうまい、これうまい。ちょ、食ってみて、もう食ってんもんな。めっちゃうまいです。いや、食べ、うまい、食べなめっちゃうまい。熱い。もう大丈夫。めっちゃうまい、でも。あく、うまうまいな。うん、てきやの、ああいう感じの味やの。野菜も食っとこわ。食べようと思う。おかんの言い声、野菜食べるの。そうそう、おかん死んでないから。勝手に殺してる。トマトもうまい。何とかする？え？地元のやつ。甘いよ、ちょっと。甘い。うまい。おイカ焼きにビール最高やな。めっちゃ合うっすね。うん、合うよ。もう一回イカを口に入れて、うん、なんか気の利いたコメント的な。はい。一回それを手本でもらっていいですか？え、俺言うたやん。さっき言うたやん、ちょっと。すいません、いただきます。あるよ。そうですね、やばい。わお。あれですね。何？敵屋のお前俺言うてしまくすこいつ。もうほんで敵屋の味、敵屋の味ですね。敵屋の味。まあまあそれはそれで、いや、エストレかもしれない、一応テンポやから。えなは、はい、ちょっと食リポ、食リポ、食リポ。うまっ。うん、やだい。お前ら屋台しか言うてねえ。食べやすい。なんだそれ、俺のカメラ向けてて、なんかね、今度俺がやってか。いや、行くよ、言ってる。ああ、お、来たー。もう行かなきゃどうでもいいの、俺もう。俺はこれが一番好きやん。これな、マジクソうまいね、これ。ほんまにやばいから。うわ、いただきまーす。めっちゃ熱い、熱い、これめっちゃ、これは熱いやろ。やば、伸びる伸びる、伸びち伸びた。ん、これ、何やろ、チキン、チキンやな。一回チキンを塩コショウかなんかで下味つけて炒めてからグラタン、もうチーズだけなのかな、これチーズだけやな。ヨガルバーナーで炙ってんけど、グラタン風で、うまい。いつもグラタン出んのよ、ここで。だから、グラタンと思い込んでいこうだけど、ちゃうちゃう、チーズ、チーズ。チーズ、上から炙り散らしてるのよ。あ、うま、熱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 。太もも、熱、チーズ。あ、うまい。これ、イサギや。イサギ、イサギ食べようか。イサギね、結構好きやねん、俺。イサギ、うまいな。うん。あ、ちょっと、あ、この部分もか。おい、わさびちょっと多いな、やばいやばいやばい。えらいことなってます。うまっ。わー、ゴリゴリ、めっちゃいかってる、ゴリゴリ。
新しい。うん、食べてみ。はい、いいだぜ。うん、うまい。うまいです、これ。イサリはな、なかなか大阪で新しいあんまりない。一番行ったらあるんだけどな。なんかこれ、かぼちゃやの。僕の娘さんが食べたという。いや、うまい。あ、うまい。うん、俺かぶせてねえよ、うまかぼちゃうまいな。うまい。俺イカ好きやねや、うん、イカ好き、お前ら。イカ、今さっきいただいた。めっちゃコロコロしてます、うん、イカうまっ。あ、うま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 い。お前イカ臭い。よかったんじゃん。うまいわ。いかうまいな。うん。お前おった深夜の弟です。電話したらね、行きますって言って乱入してきました。マジでお疲れ。あよ。そうです。あよ。今刺身食え。刺身こっち持ってくる。これ、一個か一個ちょっと。お客さんなのか。そうだ、そう。で、先ほど。はい。重たい、重たい。わぁ、鍋できた。どう鍋。めちゃくちゃうまいです。うまい。味噌ベースでめちゃくちゃうまいです。ちょっと辛いから。そう、生姜入ってる、これ。おぉ。うまい。うまい。うまい。あ、こう。うまい。でも俺、こいつも、めっちゃすげえ。味噌鍋って、おべ、おほほに合わせてもって、お冬、最高や。今晩も温まるな。温まるっすね。温まった後に、な、ホテル帰って、ちゃんと温まって。恐ろしい男やな。最後の締め。ちょっと。おー、うやお。辛ない、辛ない。うまそう。無理さの食レポや。ちょっとね、味が変わるね。ちょっとだけ早速行こうか。野菜は？いや、もうこれだよ。よし、早速ちょっと俺が、よし、めっちゃ熱い。うまい、やっぱうまい。まあ、負けない。うまっ。いったいったい、めっちゃうまい。いただきます。マジうまい。その辺のしょうもないラーメン屋、負けたな。うまい。どうよ。うまい、うまい、うまい、うまいです。下手なしょうもないラーメンでこれ全然うまい。うまい。えな、どう、うまい。めっちゃ美味しいです。なるほど。ようなあ、これ猫ちゃうからな。麦ソーダ割りが弱わ。めっちゃ美味しい。わー、お前汗かき。世間のラーメン屋さん、どうもすいません。こっち、こっちがお前。家系食うよりこっちの方がお前。豚骨食うより。家系ラーメンに謝れ。コメント変な入ってこんのお前。うまいわ。食べてみらんとわからんすよ。あ、俺ら来たで。これめっちゃうまいね。そうそう、うまい。まあ、早速シンが乱入してきたということで、気の利いた食レポをお願いします。いただきます。ちゃんとしたね、視聴者さんに伝わる美味しさを、うん、これね、まあ、カリカリして、まあ、ちょっと甘辛いタレで味付けしてるから、うん、まあ、うまい。うまいわ、うまい。やっぱあかんな、あかんわ。師匠、やってよ。いや、お前武器、お前武器、早よ。すいません、いただきます。
甘辛くてめっちゃうまいです。甘辛つまみとかにめっちゃ最適ですね。おお、なんかさっきよりちょっとほんでちょっと癖になるぐらい。癖になる。なるっす、これは。だから病みつき。病みつき。バリバリ揚げっていう。うまいです、これは。なんかちょっと、次からエナも行こうか。うまい。うまい。甘辛くて美味しい。甘辛くて美味しいやねんか。なあ。うまい。もううまいな。なんでまた俺の向けんねん。このカメラマンだいぶ悪い。なんか嫌やな。もう行くわ。あ、これ。サクサク。これね。揚げ方も皮って結構揚げるのパリパリになりにくい時ある。結構だから長いこと揚げやなあかんねんけど、ここでも揚げすぎて揚げすぎてただ硬いだけでパリパリでやん。でも結構ジューシー感あるやん、ここの。あ、うまい、うまい。まあ味付けは僕も知ってるんだけどね、教えてもらったから。でもこれ上から結構ね、あるタレを絡めてから胡椒上からこうかけてるけど、やっぱり胡椒が結構甘辛いタレに対して胡椒かかってるから結構うまいね。うん、まあ俺も下手くせで話しとくれば難しい。これもうまいしね。このズリズリがうまい。ズリズリね、ズリズリズリ。っていうところ、まああのね、細かい住所は Google で開いてください。和歌山県御坊市の居酒屋つくしで出ます。間違いなく。はい。まあ以上、小松原っていうところなんですけどね、御坊市の。まあ魚も新鮮やし、うまいし。まあ俺はもう断トツこれおすすめで、あすかりがうまい。ほんまにうまいやろ、でも。うまいです。まあ、この鍋に、まさるのにそんなないと思う。めっちゃうまい。みんなまあまあ腹いっぱい。もうやばいですね。もう家帰って寝る。お前も途中参加からやけど。めっちゃ腹いっぱいですね。もう風呂入ってきたのに帰ったら寝るだけです。あとは何するの？わしゃい！やめとけ。ビール取って。怖いわ。モロス。わしゃい！言うてもね。何が一番美味しかったっていうのは。お鍋です。お鍋。ああ、お前は。お鍋ですね。深夜僕はこの刺身もラーメンのものです。いやこしいこと言うから一応深夜っていう名字なんでね、あの深夜の弟です。そうやな、鍋うまいな。うまいです。もうサバ寿司もうまない。あ、うまいですね。そんなアホみたいなスーパーシーン来てないから食べやすいな。うまい。普段サバ食わないですけど僕は。いや俺も一緒で俺も一緒で。アニサキス怖ってよくはないですよ。でもね、アニサキス取るのもすごいこれ、このちょっとここのオーナーの、はい、よっ大将一応トラマの水産で和歌山市内でそちらの店もやってます、はい、ここの奥さんがね、先も、冒頭で言ったように奥さんがここ切り盛りしてます、はい、まだちょいちょい声が今日はありがとうございます。ご参です。おしゃい、おしゃい。